褒まれた、けなされたというのは神知恵のではないでしょうか。レシピの皆さん、おはようございます。本日みんな紹介したいのは、どうしてあなたは誉れの言葉であれ、けなせられの言葉であれ、すべてを無視すべきかというのを話ですね。昔ながら僕は誉れの言葉はずっと欲しかったんですけれども、でもその時には結構対人恐怖症になって、で一番やばいのは、対人恐怖症になったからこそ東京に行かれされて、うつ病になって、なんと自殺未遂になった。当初僕のコーチがやってきてくれて、僕をその対人恐怖症からを助けてくれて、その自己啓発というの正解になってくれたということで、僕はそういう経験や知識を重ねた上で何がしたかというと、自分の2指名の下のは同じくの700万人の対人恐怖症者を脱出するさせるということですね。もし現在あなたは対人恐怖症を抱えている方でしたら、最初はこちらの動画をご覧ください。もしこの動画が役に立たなかったら、自分直接に相談はいかがでしょう。それはできるのは、僕に直接に PM か、下の概要欄で自分のウェブサイトが貼ってあるんで、そこにもスケジューリングは可能です。僕はだいたい Facebook や YouTube や Instagram や LinkedIn と TikTok もやっていますので、フォローもお願いいたします。レシピの皆さん、どうしてあなたは誉れの言葉や、その、けなさられの言葉も無視すべきというのかというと、昔ながら僕は例えばね、スケボーとかね、あとは体操とかやったら、バックフリップとか、キックフリップとかやったらスケボーだったり、で、そこからすぐにドヤ顔になるというのは、すごくおかしいのでは。ドヤ顔になるというのは、どうしてドヤ顔かになるかというと、その人は自分に自信がなくて、検証を求めている。人からの検証を求めている。僕はずっとそういう人だった。自分なりの自信がなくて、他の人から検証がない限り、自分は、これは正しくないって思われがちというのは、自分がそう思ったんです。でも、実際はあなたはその検証とかは何もない。結果が出るをある限り、あなたは全然その検証とかは全然何でも本当に何も必要はない。自分が動く限り、自分のその勢いをちゃんとそのに沿っていく限り、あなたは検証何もない。そして、けなさる言葉は普通に無視すべきでいい。ゲルビナチャクはね、その F ワードを使ってみんなを、あっちに行けって言われているというのは、彼はそのスタイルですけれども、でも誰か例えばね、あなたはいい、すごいって言ったら、すごくその時にはね、もうプライドが上がるんだけど、でもそのプライドが上がるからこそ、自分にこのなんかハンブル、つまりその謙遜というのは下がる。謙遜が下がるときには、自分が本当に正しいものをするかどうかは、だんだんこういうね、ちゃんとの資格がなくなるというのは現状です。だから、その検証を求めるではなくて、評価を求めるではなくて、自分なりに動かすというのは一番自由とは本日に言いたいわけです。レシピの皆さん、僕はこちらの動画毎日アップロードしますので、明日の動画なんですけども、どうして起業者はみんなお金持ちというのはちゃんとみんなに説明したいと思います。大体は、どうしてみんな金持ちなのって、すごく不公平だな、僕もすごく働いているからはただ4時間で働いているのに、もう何もしてんですごく金をもらってるというのも結構人がいらっしゃると思いますが、だからこういうね、ちゃんとみんなにどうして彼は金持ちなの、そもそもというのは、ちゃんとみんなにこうパッと見せたいと思いまして、その動画を見たいなら、こちらのチャンネルに登録と通信バトンをお願いいたします。自分のもシェアのケア、つまり配りは世話ということで、友達にもシェアしてください。そして、僕はこちらのチャンネルで何かするかというと、大体は対人恐怖症対策、怠慢対策をどうやってその戦うかというと、大体ね、自己啓発や、あと今ね、威力法則とか、または LOA とかね、
あの NPL とか、NLP ですね。NLP とか、あとは何だっけ、まあ、いろいろ使ったりしますので、心理学もそうですけれども、そして、なんといっても、Facebook マーケティングもちゃんとみんなに説明いたしますので、もしよかったらこちらの動画をこの間で2つをご覧ください。では次の動画で会いましょう。